ランドローバー TD5 エンジンは、ランドローバーの直列後気筒ディーゼルエンジンであり、ランドローバー三百 t d エンジンの後継である。九百九十八年にランドローバーディフェンダー及びランドローバーディスカバリーに搭載され、二千七年まで生産された。九百九十年代半ば、ローバーグループはエンジン系列の合理化と近い将来の排出ガス規制に対応する新しい、 エンジンの設計を模索していた。ガソリンエンジンの合理化と排出ガス規制への対応のため系シリーズが拡張されたが、ローバーは乗用車とオフロード車の両方に対応したディーゼルエンジンを持っていなかった。300TD は乗用車に対応できず、ユーロ3排出ガス規制にも対応していなかった。既存の L シリーズ2リットルディーゼルエンジンはランドローバー車には適しておらず、 そのような発展も困難であった。すべてのローバーの要求に対応できるよう、様々な排気量と調整に適した新しいディーゼルエンジンの開発が決定された。開発コードネームはプロジェクトストームと名付けられ、エンジンを生産していたランドローバーが開発責任者となった。ストームエンジンはローバー L シリーズエンジンをベースとし、ボーア。 ストロークの寸法やピストンとコネクティングロッドは同じものが使われた。ルーカス製の電子制御、ユニットインジェクター、鋳造鉄シリンダーブロック、クロスフロー式アルミニウム合金シリンダーヘッドが採用された。点検間隔を伸ばすため、通常のオイルフィルターに加えて、遠心分離式、オイルフィルターが搭載された。アンチストールシステムが組み込まれ、 アイドリングからの高い負荷を許容できるようになったほか、オンロードとオフロードの2つの動作モードが搭載された。サイチェシー配置のカムシャフトはチェーン駆動される。4、5、6気筒のエンジンがデザインされた。ディーゼルエンジンを持つ BMW によるローバーグループの買収により、ストームエンジンのほとんどは上調になった。その結果、5気筒版のみが生産されることとなり、 1998年に TD5 としてディフェンダーとディスカバリーシリーズ2に搭載された。TD5 は 300TD よりもよりパワフルで洗練されていたためディスカバリーの魅力を大幅に向上させた。しかしディフェンダーのオーナーからは従来の機械式燃料噴射装置と比較して電子制御システムはフィールドでの修理が困難であると懸念された。これらの懸念を重視し、 ランドローバーは特別注文された車に搭載するため 300TD の生産を継続した。後に TD5 の電子制御システムは信頼性が高いことが判明した。初期のエンジンは2つの機械的な故障に悩まされた。オイルポンプ駆動の突然かつ全面的な障害とボルトの固定力不足によるシリンダーヘッドシャッフルである。 これら二つの障害は生産開始から2年以内に修正され TD5 は現在では信頼性が高いとみなされている2002年に TD5 の電子制御が更新されオフロードや牽引における低速スロットルレスポンスが向上したこのエンジンは敵対的な地形での多くの遠征の実績があるエンジンの機械的強度や電子制御システムにより TD5 は旧エンジンより チューニングが容易であった。多くのアフターマーケット企業からチューニングパーツが生産され、1 6 4キロワットぐらいの最高出力が提供された。2004年にディスカバリーのエンジンはフォードイドエンジンに置き換えられ、2007年にディフェンダーのエンジンがフォード ZSD エンジンに置き換えられた。ソリファルにおける TD5 の生産はその年に終了し、 最後のランドローバーが設計、生産したエンジンとなった。レイアウト、直列後気筒ブロック、ヘッド、中造鉄、アルミニウム合金バルブ、サイチェシー、チェーンドライブカムシャフト排気量 2493cc ボア X ストローク、84.5mm、X89.0mm 圧縮比、19.5、1燃料噴射装置、 ルーカス製電子制御式、ユニットインジェクター下級機、アライドシグナル製、GT20 ターボチャージャー最高出力、91kW 4850rpm 101kW 5000rpm 最大トルク、300nm 1950rpm 販売期間、1998年から2007年、搭載車種、ランドローバーディフェンダー、 ランドローバーディスカバリーハットロブソン 2003P142 エビーグールド 2007P127 ハットロブソン 2003P143 ダイマック 2006P264 ダイマック 2006P182 ありがとうございます。